あれ、これってなんだ、飛行船のエンジン音じゃねえか。ちょっと待って、この状況で飛べる飛行船ですって、あれだ。拙者の飛行艇、どうしてこんなところに。まずい、あの方向はオートだ。冗談じゃねえ、とっとと追いかけるぞ。さて、それでは始めるとしようか。たく、牽制がいればちった楽しめたもの。銃が撃てない兵士なんざ肩慣らしにもならねえぜ。いいじゃない、テクノ坊さんたちを倒しながら歩いていくのも楽しいと思うわ。ではパテルマテルは呼ばないようにしておきなさい。みんなあっという間に逃げてしまうでしょうから。あら、つまらないわね。せっかくあの綺麗なお城を粉々にできると思ったのに。壊れゆく美か、それもまた悪くなさそうだ。マラは見食らう蛇。己、この状況で飛行艇を使うとは。お初にお目にかかる。我が名は怪盗紳士ブルブラン。野生狼バルターだ。せいぜいあがいてもらうぜ。幻惑の鈴、ルシオラ。短い間ではあるけど、どうかお見知りおきを。殲滅天使、ベンよ。みんなどんな声で泣いてくれるのかしら。名乗りとは悠長なことを。総員構え、突撃。花は知ってこそ花。旋風よ、砕き散らしなさい。オウム、火砂風魔の舞。ガキどもがいきなりやがって。いいだろう、死ね。所詮この世は夢幻。ふぅ、ちっ、君にふさわしい最後を送る。
散るぞ。さらばだ。雑魚どもが。もうちょっともろすぎるわ。贅沢は言わないの。まあ女王陛下の親衛隊ならば少しは楽しめるのではないかしら。うん、そう願いたいものだな。さて、これよりグランセル城に向かう。諸君は予定通りグランセル市街を制圧せよ。よう。あれは急ごう。どうやら手当てをした方が良さそうね。その必要はない。大丈夫？あんたたちは遊撃士だな。今しがた結社の執行者どもがここを通っていったばかりだ。どうやら狙いはグランセル城にあるらしい。やはりその他の敵部隊は市街を制圧しているらしい。頼む、町と城を。 S、 うん、兵士さんたちには悪いけど先を急がせてもらいましょう。めちゃくちゃだわ。くそが。くる。陛下の要件で王都に来てくれたんですね。はい、状況は現在軍の守備隊が
東街区と西街区で交戦中です。かなり厳しい状況ですが、今は任せるしかないでしょう。皆さんは城に向かった執行者たちを追ってください。でも市街の方はいいの？この付近の街路にいた人々はギルドに避難してもらいました。他の街区でも軍の部隊が避難誘導をしているはずです。そうなんだ。だったら申し訳ないけど城の方に急がせてもらうわね。ええ、よろしくお願いします。そうだ、よければこれを使ってください。ありがたくいただきます。ブーンも、くれぐれも気をつけてください。相手が悪かったな。この付近にいた住民はギルドに避難してもらいました。他の街区でも軍の部隊が先に避難誘導をしているはずです。皆さんは城に向かった執行者たちを追って、彼らの目的は今のところ何か、喫茶店のマスター？いや、買い出しに来ていたら突然避難しろと言われましてね。こういう時こそ本でも読んで落ち着こうと思ったのですが。今でも十分落ち着いている気がするけど。おや、その本は確か今巷で流行っていると噂の賭博士ジャックですかな。あ、この小説のこと？ええ、そうです。共和国を舞台に描かれる数奇な運命を背負ったギャンブラーたちのドラマ。いやいや、以前から読みたいと思っていたんですよ。そうなんだ。マスターにはお世話になってるしな。やっぱやめておこうと。おや？はい、どうぞ。マスターにあげちゃうわ。おや、そんなつもりで話したのではないのですが。気にしないで。
前に美味しいカレーとコーヒーをご馳走になったお礼ってことで。嬉しいことを言ってくれますね。そういうことなら遠慮なく受け取ることにします。ありがとう。早速読んで気を落ち着かせてみますよ。そうだ、お礼と言ってはなんですが、これを差し上げましょう。これは、まだ外交官をやってた頃、アルテリアで手に入れたものです。アルテリアって確か必要教会の本部があるところだっけ。ええ、そうです。遥か昔ゼムリアの時代に作り出されたという金属だそうですよ。ゼムリア時代に、確かに見たこともない金属だ。どこまで本当の話か分かりませんがね。ちなみにそれを加工する技術はすでに失われてしまったそうです。へえ、そう考えるとなんだかすごいものに見えてきたわ。確かマスターには以前にも本と交換で武器をもらいましたね。覚えていますよ。今回は大したものではありませんが、皆さんのお守りにでもしてください。うん、大事にさせてもらうわ。傭兵たちと戦っているみたいね。私たちはお城の方に行かなくちゃ。まだ負けられないんだ。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。グッパ、私たち
って出直してきな。相手が悪かったな。城のようだから人力でも開閉可能なのだろう。かなり大変ではあっただろうな。ご苦労様といったところかしら。どうする？やっぱりバテルマテルを呼ぶ？おいおい、あんなデカブツ呼ばれたら俺たちが楽しめねえだろうが。ここは俺に任せとけ。どうするの？まあ、見とけって。カイト流の奥義寸形ね。相変わらず見事な技だ。大道芸みたいなもんさ。さてもう一枚いくとするか。縄文が。もう持たんか。クローディア助官長、急いで陛下を上級にお連れするがいい。おじさま、リュナ、あなた、私とてリベル王家の一員だ。その権威を犯そうとする者を黙って見過ごすことなどできぬ。ユリアがおらぬ今、ここの指揮は任せてもらおう。ですが。グズグズするな。キャツらは陛下とそなたの身柄を奪おうとしているのだ。女王と王太女の身柄をな。今そなたが優先すべきは陛下とそなた自身を守ること。己の使命を全うするがよい、小娘。おじさま、わかりました。おばあさま、ヒルダさん、急いで女王宮に向かいましょう。ええ、わかりました。リューナ、くれぐれも無事で。神をも恐れぬ狼藉者、返り討ちにしてご覧に入れよう。どうかご武運を。フィリップもどうか気をつけてください。お気遣い痛み入ります。閣下、お見事でした。このフィリップ、今この時ほど閣下にお仕えしてよかったと思ったことありませんだぞ。大げさなやつめ。
どうか。私が倒されたらどうか。構わずにお逃げください。何？フィリップ殿。あら、おすめのおじさん。なんだてめえは。デュナン公爵閣下の執事にして元王室親衛隊大隊長、フィニップ・ルナールと申します。昔取った杵柄、どこまで通用するか分かりませぬが、せめて人たちは。ほうこれは面白い少しは楽しませてくれそうね。これってこれは多分素手で破壊した跡だ。おそらく野生狼の絶唱儀。マジかよ。シャレにならないわね。なんていうか強さの次元が違うんですけど。って監視してる場合じゃないわ。なんとか連中に追いつかないと。エッセル、
ほら、シャキッとしなさい。くらいやがれ。まだ負けられないんだ。中に入ろう。これって王国軍切っての精鋭部隊までもかよ。エスチェル様、もしかして彼らを食い止めようとして。恥ずかしながらですが、年ですかな、さほど時間は稼ぎませなんだ。公爵閣下のご様子は。大丈夫、当て身を食らっただけみたい。ああ、安心しました。陛下たちは上級に どうかお急ぎください。フィリップさん。大丈夫、気絶しただけだ。急ごう、クローゼたちが危ない。あれが女王級のようだ。つまり終点というわけね。たあいもねえ、歯応えがあったのはあのジジイくらいじゃねえか。確かになかなかの達人だったわね。でもレンたち4人相手に勝ち目があるわけないじゃない。おバカさんもいいところだわ。そういうものではない。誇り高き忠義とは彼のようなものを言うのだろう。それにデュナン公爵とやらも少々噂とは違っていたようだ。そうね、少なくとも放蕩者には見えなかったわ。すぐに気絶してしまったのはご愛嬌だったけれど。来たぞ。ユリア隊長がいてくれたら。弱音を吐くな。親衛隊の誇りを見せろ。雑魚どもが。さすがに興ざめね。そうだわ。誰が一番早く女王様たちを捕まえられるか競争しない。ほう、それは面白い。乗ったぜ。では始めましょう。こっちじゃない、女王級へ急がなきゃ。
ほう、君たちか。クローゼ女王様。エステルさん、ヨシュアさん、皆さん、よく来てくださいましたね。さあ、間に合わなかったか。あんたたち一体どういうつもりなの。クローゼたちを放しなさいよ。それはダメよ。だって教授に個人的に頼まれちゃったんですもの。教授に個人的ということは復員計画には関係ないのか。そうみたいね。思っていた以上にみんなの元気がいいから、いろいろ試したくなったんですって。元気がいいって。各地の通信を回復したそうじゃねえか。教授はそいつがお気に召さなかったみたいでな。てめえらがあがく姿がもっともっと見たいんだとよ。ふざけんじゃないわよ。そんなことのために王都を襲わせたっていうの。あの人らしい。確かに悪趣味ではあるわね。ただ浮遊都市の制圧がレーベ一人に任せられてね、暇になったから引き受けさせてもらったの。ルシオラ姉さん、話は分かりました。ならば私一人を旅衆にすれば済むことでしょう。どうかクローディアは解放していただけませんか。いけません、おばあさま。捕らわれるならば私が。確かに教授の注文はどちらか一人だったはず。さてさて、いかがしたものか。あら、確かあなたは姫殿下にご出身ではないの。カゴの中の鳥にはいまいち魅力を感じなくてな。ま、囚われていてもなお輝く気品を見てみたい気もするな。あんたたち、いい加減にしなさいよね。そんなこと絶対にさせないんだから。笑わせるな。仮に人質がいなかったとしても俺たち全員に勝てると思うのか。今度会った時にはまとめて殺してあげるって約束したわよね。ちょうどいい機会だし、ここで殺しちゃおうかしら。抑えて、エステル。彼らの言う通り、戦力差はどうしようもない。ここは勝機を伺うしかない。でも無駄だ、ヨシュア。あるいは君の恩名ならば我らの隙をつけただろう。そうして姿を見せた状態では私たちの隙をつくのは不可能よ。いくら漆黒の牙でもね。そうだね。でも隙をつくのは僕がする必要もなさそうだ。何？いや、みんなご苦労だったね。陛下、殿下、
遅くなって申し訳ありませんでした。シード中佐、よく来てくれました。ほう、牽制に連なるものか。惜しかったわね。あともうちょっとで蓮たちの隙が作れたのに。ああ、正直ショックだよ。まさか今の打ち込みが返されてしまうとはね。いいね。せっかくだから俺たちとこのまま遊んでいくかよ。いや、遠慮しておこう。自分はあくまでおとりに過ぎないからね。何？間に合ったか。 あなたは。おいおい、嘘でしょ。久しぶりだ、エステル君。だが今の私は階級を剥奪された服役中の黒字犯に過ぎない。大佐と呼ぶのはやめてくれたまえ。やめてくれたまえって。イシャール殿、お久しぶりですね。陛下と姫殿下も双剣僧で何よりです。すでに重傷から話を聞いておられるとは思いますが、どうか一時の間この逆賊にオンミラを守らせていただけますよ。もちろんです。よろしくお願いしますね。ありがたき幸せ。もう何が何だか僕たちが知らない間に事態が動いていたみたいだね。牽制を積む二人、そう、漆黒の牙と腕利きの遊撃士たちか。少し遊びすぎたかしら。こちらとしては助かったがね。ちなみに市外の方もすでに手は打たせてもらったよ。両兵団の掃討を始める。市民の保護および正規軍の支援は最優先で行いなさい。イエスマム。無兵がいきなり現れやがるんだ。しかも結社の手先を攻撃してるみたいだが。きっと反省して助けに来てくれたんですよ。こういうのって汚名挽回って言うんでしたっけ。
おめえを挽回してどうする。それを言うならおめえ返上だろ。もうどうでもいい。せっかくカメラが使えるようになったんだ。約束の時間が来るまで撮って撮って撮りまくれ。あいあいと。傭兵たちが押されてる。あ、さすがだね。やるじゃない。さてどうする。見喰らう蛇の諸君、この後に及んで我々とやり合うつもりはあるかな。気に入らないわ。こうなったらパテルマテルを呼んで。やめたまえ、レン。我らは機を逃したのだ。これ以上こだわるのはいささか美しくなかろう。女王陛下と姫殿下の確保も可能ならばという条件よ。二人ともここは引きましょう。仕方ねえな。それでよ諸君、我々はこれで失礼しよう。だが次なる試練はすでに君たちの前に控えている。気を抜かぬようにしたまえ。次なる試練。な、何をそれ。すぐにわかるでしょう。それでは皆さんごきげんよう。聞いてくれたか。これで両兵どもも市外から撤退を始めるだろう。深追いができないのが残念だが、まあ贅沢は言うまい。うん。で、それよりもどうして大佐がこんな場所にいるわけ。服役中なんじゃなかったの。だからもう大佐ではないんだが、まあいい。とりあえず今はこの混乱を収めるのが先決だ。君たちも手伝ってくれないか。うん、それはもちろん。まずは消火と怪我人の手当てをする必要がありそうですね。先ほど話に出たように、すべてはカシウス准将の指示でね。王都に危機が訪れることを前もって察知されていたんだ。だが動力兵器が主武装である正規軍では守りきれそうにない。そこで白兵戦の経験が豊富な特務兵の投入を決断されたわけだ。無論服役中の我々を投入するための名目は必要だ。そこで我々は王都へ護送中に今回の騒動に巻き込まれて、結果的に市街を守った形になる。なるほど。で、どう考えても無理があると思うんですけど。どうやら陛下たちはご存知だったようですね。ええ、この件に関してはカシウス殿と話し合いましたから。
後々様々な批判を受けてしまうとは思いますが、国民の安全には変えられません。何よりもリシャール殿の愛国心を私は信じることにしました。もったいないお言葉。そっか、そういうことなら。そういえば、私たちをお城に呼んだのはそのことと関係していたんですか？ええ、それもありますが、実はクローディアのことでお伝えしたいことがあったのです。え？クローゼの？はい、実は略式ではありますが、今朝立体女の儀を済ませました。今の私はリベール王国の次期女王という身分になります。え？よく決心したね。いえ、ただのわがままなんです。エステルさん、ヨシアさん、学園のみんなを助けてくださったそうですね。本当にありがとうございました。あ、うん。でも協力したのは私たちだけじゃないわ。アネラスさんたちやジークも助けてくれたしね。そうみたいですね。事件のことを知ったとき、私は自分に何ができるのかを真剣に考えさせられました。大切な人たちを守るために自分が何を果たせるのかを。それが王位を継ぐことだったんだね。はい、未熟な私には王国すべてを背負える力も自信もありません。それでも私が王位を継ぐことで大切な人たちを守れるなら、そしてそのことが結果的に王国を守ることにつながるなら、そう思い立ったんです。そっか、クローゼおめでとう。とうとう自分の道を見つけることができたんだね。エステルさん、ありがとう。でもまだまだ未熟ですし、自分に何ができるのかも分かりません。困った時には力をお借りしてもいいですか？そんなの当たり前じゃない。第一、未熟なのは私たちも同じなんだし。君が今まで僕たちを助けてくれたのと同じように、必要な時はいつでも力になるよ。エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとう。自分の愚かさが今更ながらに応えるな。未来を担う若者たちの可能性に気づくこともなく、あんなことをしでかしたのだから。リシャールさん。何を言っているのです。あなただって未来を担う若者のうちに入るでしょうに。陛下、ご冗談を。申し上げます。どうした、市外で何かあったのか？いえ、そちらの方はなんとか収拾がつきました。両兵たちもことごとく王都から撤退した模様です。ならばどうした？先ほどハーケンモンと連絡が取れたのですが、国境近くに帝国軍の軍勢が集結し始めているのだそうです。やはり来たか。軍勢というのはどの程度の規模なのですか？
現時点で集結しているのは一個師団程度のようですが、どうやらその中に戦車部隊が存在するらしく。なんだと？ちょっと待て、動力停止現象の中でどうして戦車が動かせる？まさか結社と同じ技術を使っているの？いえ、どうやら動力機構を搭載していないタイプのようです。観察した限りでは蒸気機関で動いているとか。蒸気機関？内燃機関よりも原始的な蒸気の力を使う発動機だけど、オーブメントの普及とともにすぐに廃れちゃった発明なの。そんなもので動く戦車などどの国も保有しているはずがない。動力戦車と比較するとあまりに経済効率が悪いからな。ならば答えは一つ、秘密裏に帝国内で製造されていたわけですな。それってこの事態を見越していたということか。では結社の連中が言っていた次なる試練というのは？ええ、おそらくこのことだと思います。そして彼らは今度の事件で王都を人質に取ってしまった。その気になればいつでも王都を狙える、そういう意図もあったわけか。加えてもう一つ、おそらく父はあなたの存在を隠し札として考えていたはずです。緊急事態が発生した時に自分の代わりに派遣できるとっておきのジョーカーとして。ですがそのカードはすでに切られてしまいました。見喰らう蛇、そこまで狙っていたのか。おばあさま、どうか私を派遣門に行かせてください。え、クローゼ、ここで動かなかったら私たちを逃がすために負傷したおじさまたちに申し訳が立ちません。必ずやおばあさまの代理として帝国軍との交渉を成し遂げてみます。わかりました。不戦条約が締結されたとはいえ、王国と帝国の間の天秤は未だ不安定と言えるでしょう。今回の事件はさらに大きな揺り戻しにつながりかねません。その天秤のバランス取り、どうかよろしく頼みましたよ。はい。あの、だったら私たちも一緒に付き合ってもいいですか？え？王太女殿下をハーケン門まで無事送り届けさせていただきます。それと万が一戦争が起こりそうになったらできるだけの協力はしてるぜ。無論ギルドの規約により戦争には協力できませんが、中立的な立場からの仲裁ならいくらでもさせてもらいましょう。皆さん願ってもないことです。どうかよろしくお願いします。はい、どうかお任せください。エステル君、ヨシア君、結社の動きに関しては我々に任せておいてくれたまえ。たとえあの巨大人形が王都に現れても対処できるよう万全の体制を整えておくつもりだ。二人ともよろしくお願いします。